激しい戦いが続くこの大会、今日のゲームではどんな感動を私たちに与えてくれるのでしょうか。ピッチからは一瞬たりとも目が離せません。この時間は FC 東京対オランダ、こちらの一戦をお届けいたします。本日のゲームはエスタディオエスコルピオで行われます。このゲームの解説エンバペ、ドアクに当たる、これはファールの判定。この試合あの偉大なるクラッキがピッチに立っています。ロナウジーニョですよね、はい、今日は彼がボールを持った時には目が離せないですよね。変幻自在のドリブルと偉大性抜群のパス、そして卓越したゴールセンスでシュート、ドンナルンマ、ドンナルンマ素晴らしい反応でした。難しいボールでしたけどもね、冷静なセービングでしたね。ここはディフェンスの対応、ベリンガム、ベリンガムからアーチのようなパス、オフサイドですかね。さあハーランド、デクランライス、流れを止めます。ザカリア、ザカリアへ、ここでマッチアップ、エンバペ、さあカウンターのチャンスになります。スペースを狙うデイビス、ここはカットします。いやー少しいい形になりかけたんですけどもね。このスルーパスは通りません。さあ試合の入り、両チームともシュートを1本ずつ打つという展開です。まだ始まったばかりですけどもね、両チームともシュートまで行く形ができてますから、面白い試合になりそうな雰囲気ありますよね。ロナウジーニョに渡るシュート、まさにディフェンダー間に見出したゴールへの軌道、正確に乗せてきました。いやキーパーからしてみれば非常に嫌なシュートですよね。ああいったところを打ち抜ける正確さっていうのは大きな武器ですよね。どうだこのシュート、いやスルーパスからのチャンスでしたが、これは決まりませんでした。飛び出し、そして最後のコントロールギリギリまで見てましたよね。なんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。攻守の切り替えが遅れてしまうと、こういう危ないシーンを作られてしまいますよね。向こうはカウンター得意なので、やはり狙ってる部分もあるんでしょうし、ボールを奪われた時の守備の意識はもう少し高く持っておきたいですよね。ベッケンバウアー、ここは読んでいました。ここは通しません。さあカウンターを仕掛けます。エンバペからデブライネ、ペースを狙った、いい反応、倒されます。これはペナルティーエリア内、ちょっと厳しく行き過ぎましたかね。オランダ PK を得ました。ここを決めるとまた差を広げます。いやね、 PK での追加点はね、結構メンタル的にきますからね。これを決めて追加点、ここは確実に決めてきました。真ん中行きましたよね、思い切って行きましたね。エンバペ、今日2点目です。さあオランダ、さらに1点を追加し2対0としています。チームに勢いが出てきましたよね、はい、自分たちのペースがつかめた感じですかね、うん、やはり流れをつかめるといいプレーも出ますし、この連続ゴールにつながったんでしょうね。キミッヒ、キミッヒから左へ、ベッケンバウアー、スペースにいいボール出たんですけどもね。さあカウンタースピードを上げたいところ、ロナウジーニョからウデゴア、おっとこぼれ球、さあチャンス、さあシュート、これは惜しい。ハーランド、鋭い反転からのシュート、サラー仕掛けるか、コスタクルタ、このボールをカットします。サラーからのボールを守備陣対応しました。
さあメンディエタパスでつないで攻め込んでいくシュート、セカンド拾えるか。前半31分です。サラーマッチアップのシーン、エンバペ、さあ一気にカウンター、さあ一人で持っていく、エンバペから右サイド、サラー上げる、オランダはあわやというシーンでしたがここはしのぎます。ハーランド、オランダカウンターを仕掛けていきます。ウーデゴーは奪います。デクランライス、キミヒエ、サラー、ここは奪います。メンディエタカウンターですよ。素早いパスで攻め上がっていきます。ネイマール、ザカリアへ、ザカリア左上がっていきます。ネイマール中上げる、頭だ。サラシュートを打ちましたがボールは惜しくも枠の外。裏を狙っていきます。ベンホワイト、このボールをカットします。キミッヒ、ベリンガム、裏を狙う、シュート、ドンナルンマ、しかしこれよく止めましたね。今のは決められてもおかしくないでしょうね。ファインセーブですよね。 FC 東京カウンターを食らいましたが危なかったですね。そうですね、相手はカウンター得意ですから常に仕掛けるタイミングを狙ってますよね。トランジションが遅れてしまうとピンチを招いてしまうので危ないスペースはすぐに埋められるようにリスク管理をしてきた。狙った、鋭い反応を見せました。危ないシーンでしたけどキーパー落ち着いてましたよね。エンバペからベリンガム、裏へ出るか、ネイマールに渡る、自分で行く、コース空いた、シュート、スター FC 東京。前半のノット、これは試合を止める笛のようです。差はワンゴール。さあここでお話を伺います。前半は点の取り合いになりましたね。ですけどまだ 2-1 ですからお互いに気の抜けない点差ではありますよね。次の1点がこの試合のポイントになりますよ。オランダとしては特にチームとしてのいい部分が出てましたよね。ここはもうさらに仕掛けてくるでしょうね。 FC 東京対オランダ、オランダが2対1とリードして後半を迎えます。ではセカンドハーフ見ていきましょう。サラスペースを使う、デリフト、このボールに触ります。エンバペ、さあメンディエータ、ザカリア、上がる、ね、シュート、決まった、追加点、オランダ追加点が決まりました。これで差は2点。ディフェンダーの間を縫ったシュート、見事ネットに突き刺さりました。いや意図的に狙って打ったんでしょうかね。それにしても際どいところを通してきっちり決めてくるあたり、ネイマール、これは素晴らしい反応。難しいシュートだったと思うんですけどもね、よく触りましたね。相手の素早いカウンターでしたがなんとかしのぎました。やはり相手はカウンター得意ですからね。不用意にボールを奪われると一気にピンチになりますよね。シュートで終わらせるとか攻撃をやりきってしまうことも大事になってますよね。オランダとしてはもう1点取るぞっていうムードをね、どれだけこうチーム内で声を掛け合っているか、この辺がポイントでしょうね。パスの交換、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。オフサイドです。
サラー、このマッチアップどうなる。エンバペ、今日北澤さん目立っていますね。いや今日は乗ってますからね。もう一つあるんじゃないでしょうかね。ありますか、ハットトリック、見たいですね。キミヒ、このボールをカットします。ベッケンバウアー、ここは読んでいました。さあ右へ預けて、さあここでカウンター。デイビス、北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。オランダとしてはここまでうまくいってますよね。ただ一つの失点をきっかけに自分たちで試合を難しくしてしまうということもよくありますからね。主導権を握っていきたいでしょうね。FC 東京が最初のメンバーチェンジを行うようです。久保、久保、右サイド上がっていく。キミヒ、ここはカットします。エンバペ、ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。デリフトから右へ、このボール奪いに行きます。さあ久保来た、これはビッグボード、ここは笛が鳴ります。久保、ああいいボールだ。コーナーキックへと続きます。さあベン・ホワイト、ベン・ホワイト上げる、ウーデゴー、これは合いません。エンバペからのパスはディフェンスが対応。裏を狙っていきます。さあ打てるか、メンディエ、頭で来た、いや追加点、オランダ3点のリード、ダメ押しゴールになるのか。頭で流し込んだ、見事な一発、パスも良かったですけどもね、しっかり頭で合わせたいいゴールですよね。さあオランダ3点リード、スペースに出す、シュート、ビッグボード、カウンターですよ。ロナウジーニョからハーランド、スルーパス、さあつながるか、ディフェンスこれを読んでいた、シュート、どうだ、シュート、決めた、 FC 東京ゴール、このゴールであと2点です。マラドーナ、枠のギリギリを狙ってしっかり決めてきました。あれはさすがに取れないですよね。落ち着いてきっちり決めた、いいシュートですよね。シュートゲット、 FC 東京後半残りわずかです。今のカウンター見事でしたよね。得意な形が出ましたね。素晴らしいカウンターでしたね。チーム全体で常に狙っていないととっさに連動できないですからね。ボールを奪った瞬間に攻撃のスイッチを一気に入れた感じですよね。さあ FC 東京、もう1点いけるか。あと1点ですからね。ここから打った、マラドーナ、
残り時間少ないですから、本当ここ大事ですよ。このチャンスどうだ、キーパー弾く、ここでコーナーキック。時間はあまり残されていません。いや勝負どこですよ。このボールどうだ、このパスはキーパーへ。さあアディショナルタイムに入りました。ハーランド、久保打っていった、おお決まった、追加点、オランダ。これがダメ押しゴールになるのか。久保、先ほど投入されたばかりですが、早くも監督の期待に応えました。いやこの采配は大当たりでしたよね。監督の期待にしっかり応えてきましたよね。さあオランダ、これはもうダメ押しゴールと言っていいので。そしてこのゴールキックとともに試合終了のホイッスル、5対3オランダ勝利です。素晴らしいゲームを見せてくれました。エンバペ見事な活躍でマンオブザマッチに選ばれています。北澤さん、ゲームを振り返って